なんで今挨拶した。ゆきちゃんです。そらちゃんです。おらちゃんです。ゆきちゃんです。4人合わせてゆきちゃんとおらちゃん。YouTuber がいる。俺一応ねファッション系でもやってたじゃないですか。まあ昔はねファッション系の残りカスってなんかちょっとおしゃれ言われて、はい、女の子たちにキャーキャーキャーって言われて、はい、そいつは誰だろう。いやどうする。殺したい。俺チームみたいになってるんだけど、はい、これもう4人別々で一人あ、別々なの。あ、そうなんだ。ドックにあるもので、はい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 、コーディネートしてもらいます。あ、そのコーディネートを審査するのが、うん、こちら。イエーイ。パッ。これはやめろ。そのワードダメ。そのワード一応見せたら5回ぐらいって。いいな。いいよいいよ。コーディネートしてもらって、はい、一番ボンブさんこれないなって人が全額自腹ということで。ええー。いやなんか僕内田さんの動画を、まあ、北田さんって言ったらダメなんですかね。いやいい。北田さんって言うとジン君がよぎるからっていう配慮なんですよ。それが痛いんですよ。なんかもう喋っちゃいけないみたいな。なんでカブしてる。やりにきいな。やっぱせっかくね審査してもらってる、うん、今イラッとさせちゃったら申し訳ないから一応、はい、コンボイの処置があって。でこちらガス人がやばいんですよ。中コンボイね。私は名前俺だから。まあ首輪ですね。はい、首輪、まあ、深くは言います。首輪です。あ、いいねいいね。でこれでコンボイさんがファッションでちょっとイラッとしたとかこれはないなと思う瞬間にこのスイッチを押します。そうするとちょっと気持ちよくなる。うん。いやばい。バカすぎそれ。バカすぎ。じゃあ早速、はい、もう選んでいきましょうか。じゃあ制限時間30分ということで。で、変化だけ2分でいいよ。いやもう、選ばしてください。いや選ばしてるわ。さばいていく。うわ、たまらんな。いや、たまらんってやばく。もう決まったっしょ、まだ。早い。早くビリビリ出して。なんで？待って。声でかい。最近調子どうだ。え、最近ですか。何のっすか。待って。さあ、もう本当だ。あ、びっくりした。あ、いやだ。さあ、もうやめてって。もういいでしょ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 。もう嬉しそう。もう、気がするってなお前それマネキンはずるいだろ。マネキンの方ではずるいな。でそれコンボイさん的どうなんですか。それもビリビリやな。あ、ああんま大きい声では言えないですけど、ジンクいないんで。おおおお。なんか言ってたか。いや大丈夫か。大丈夫か。本当元々あの僕すごい人さんのこと好きだったんで。あ、見てくれてたんだ。はい、だからありがとうございます。はい、もうそれがなんですごい光栄で嬉しくて。ああ、よかった、はい、よかった。それならいいな。あのジンクいないんで。早い。もうヘキさんもう結構片手に持ってるじゃないですか。でもこれは決定かな。もう2人本気で負けたくないですね。本気で負けたくない。だってお金も払いたくないし電流も受けたくない。お前行くな。いや攻めるね。これめっちゃかっこいいっすね。攻めるな。攻める。例えば勢いある YouTuber ちゃうな。やっぱな。そうもうそこ上行けないっすもん。そうやろ。上見えてないっすね。お前おわこやもんな。あー、川口自身帰ってこわへんか。あー、マジでやめろ。本当にやばいな。本当にやばいなって言うの俺の方がやばいんだよ。俺の方がやばいんだよ。これやっぱやめます。やめろ。あんなお前。おもろいな。いいね。勢いあっていいな。一応やれよお前。あ、はい。やってます。それこういう体育会系の先輩いたよな。何だその突っ込み。いろんな YouTuber があった。いや、まだ全然ですよ。でもまずコンボイさん通さないとな。通りもやね。通りもなのか。動かれたらもう他何も怖くないから。そうそう、大丈夫。俺より怖いのは玉金だけやな。ヒカキンさんの。ヒカキンさん。言ってんの本当に。あとでから、ね、サマキンでやるから。サマキンでいいはずがない。ヘロー YouTuber。マジっすって。なんだよ。俺じゃないです。マジで関係ないんで。あれ別に相手マジで。ちょっとマジで。マジでみんなすごいな。早いな。めっちゃ真面目。キさんもうだって、ほぼほぼ。いやもう候補がもうちょいね。パンチが欲しいとかね。
ドックならではの。ドックならではの。ヘキトラはね、ドックにずっと来てるからね。そうそうそう。そうやね。やっぱ経験者の強みが。そうだね。見せてほしいね、経験者のプライドを。ねえよ。ねえよ、素人同士。素人同士じゃねえよ。ちゃんと付き合ってたよ。ちゃんと付き合うの何だよ。中二の夏かよ。あ、でもミッキーも何も決まってない。いや、僕もあとは中だけです。え？え？いけます。取られてるじゃん。しかも。いや、なんかどんどんなくなっていきますよ。どんどんなくなってる。知らない間に。初ドッグどうすか。もう普段金やつ取りすぎて。めっちゃいいじゃん。すごい量ですよ、ヘキさん。これ何着ぐらい持ってるんですか。量じゃない、量じゃない。なんだ、量じゃない。なんだ、その量じゃない、量じゃない。一方、相馬さん。マジでむずい。ドックってなんかすごい柄が多いから、柄柄だからすげえ合わせにくいんですよ。ディスってるやん、お前。初心者にはね、初心者に、ファッション初心者には難しいです。着々とでもミキオダコンビ決まってってますよ。いいね、ミキオダはガンガン寂しいからね。ありがとうございます。全然いい、全然いい。ミキオダが寂したら女性ファン買うからね。もっと寂して、ナイスナイスナイス。お前ら寂すんだよ、マジで。ファン入れんだから、お前ら。お前ちょっといるわ。まだちょっといるわ。うわ、これヘキオめっちゃ欲しそうじゃん。ヘキオこれいいよ。かっこいい、めっちゃ。ヘキオどう？あ、めっちゃいい。めっちゃ好きでしょ。うまいやん。これだとめっちゃいいっすよ。これかっこよくない？わあ、めっちゃいい。ここで行く、これ。いや、僕大丈夫です。素直だな。登場するときとかどう、もう一気にバッて感じですか。まあいいっすよ、もう黙らないでください。なんで下もない。ちょっと登場するときって、うん、なんかどう登場するんですか。自分で考えろ。最低。段取り悪い。顔面顔面本当にやめろ。素人通って、素人通ってでもねえし。ミキー君、うわ絶対これの。ジャニーズジュニアやろこれ絶対。ジャニーズジュニアやろこれ。ミキー君似合う。すごいやん。どうやって聞くの。そういうの大好きやん。まあ好きやけど。もうあと小田系だけかな。そうですね、小田がちょっとどれの系統でいくか決まれば多分すぐ決まると思いますね。価値観ですね。誰がいないからですか。マジかいいっすね。いや、いいっすね。あの、やっぱあの、ミキオダチーム、ちゃんとあの、コンビネーションでやってるのがいいっすね。やっぱ仲いいんだね。はい。人と違ってな。ヘキトラも片方ずつで選んでるんだよ。個人プレイなんで。いやー、すぐこうなるよ。すぐこうなる。今だけ、今だけ。いや、自分大丈夫、一緒です。これの方が。食す入る？食す入るか？あ、大丈夫です。あ、大丈夫。すいません。いいよ、全然。うん、いいから出しますね。うん。中までやっぱすごいな、お前。脱いでも脱いでもちゃんと緑。バカバカ野郎かよ。さばいていく。すごい染まってる時期なんで、ああ、それに対抗しようと思って白を。ちょっと意味不明やな。でもファッションも説明できないと意味ないから。さらに言語化苦手なジャンルなんで。そうそうだね。結構やばいっすね。そこが弱点だな。いやいや、直しな直しな直しな。来た来た来た。これコロナウイルスのみんなでだってことな。なるほどね。方向性方向性。戦場や戦場。いや、いいよねでもね。あ、ありがとうございます。いや、いいよ、おしゃれ。おしゃれ。雰囲気と合ってるじゃん。はいはいはい、ちょっといかつさあってみたいな。ネックレスはなんでこの色にしたの。すごい、僕はこの色が大好きなんですよ。この店のこの色がすごい好きで、センスがいいなと思って。なるほど。いや、この色を僕マジ本当にセンスがいい。あー、ごめんな、聞いてねえんだよ。あー、怖い怖い怖い。
マジで怖い。これマジでやばい。今日マジでやばい。テーマは、テーマはですね、あのサイケデリックサマー。何言ってんの？何言ってんの？言ってこれ家の中でもこう、フェスの気分を味わう。なるほどね。目立ってるというか。なるほどね。目立ってるような場所にしまして。明るくね。はい。なるほど、なるほど。僕ら何なのそれ？いけてんのそれ？いけてると思うんですよ、これ。あなたの店なんですか？カートコバーみたいな。あ、勘違いな、それ。いったハートコアじゃないまだ電流流れて全員こけるんすか。そうだね、そのぐらい、そのぐらいの。これさ、パツパツじゃないお前。はい、ちょっと後ろ見て、後ろ。はい、これ何、あえて、これあえてですね。それあえての履き違いや。あえての履き違い。サイズが違かっただけです。パッと的にはだいぶミスじゃん。サイズが違うんでね。なるほどね。じゃあサイズの多いのもっと揃えてください。あ、そう、でも受け止める、受け止める。うるせえな、ほんとに。100年早い。パンツと靴は合ってると思うわ。はい、ティアとそれ骨にしたの。これあのサイズがなかったんで。ああ、またサイズのせいで。いや、幼い、幼い、そんな幼い、そんな無理じゃないよ。幼い、無理じゃないよ。ごめんな、小さいのしか。いや、いや、本当申し訳ない。全然めちゃくちゃ揃ってます。わあ、俺押しづらいな。押しづらいわ。24点。あとね、あと女性ファンいっぱいバックに。だからね、押しづらいのよ。ますよ。ミキ、コンセプト教えてよ。コンセプトは、見ての通りもう皆さん分かってると思うんですけど、ソルジャークラスファースト。何言ってんの。これやばい。これやばい。やっぱり置いてある服がどれも素敵で迷ったんですけども、そう、お世辞やな。それはお世辞や。それはお世辞や。プラトン、プラトンみたいな。クラウド好きで、でもまずここに、ここから始まった全ては。ここから始まった全ては。物語っぽくていい。一番の気に入ったところは実はまだ見えてないんですよ。やっぱとっておきを用意したくて、やっぱりそのぐらいしないとやっぱ勝てないじゃないですか、こちらさんに。だからここの中を出すとこうなってるっていう。押してもくれない。一番きつかった。やばい。一番痛いなと思った時は俺押さないから。ファッションとしてはどうなんですか。違うでしょ、絶対。絶対違うでしょ。これどうやって合わせるんですか、本来。いや、わかんねえよ、こんなん。俺も合わせることわかんねえもん。なんで置いてんすか。なんで置いてんのかわからんわ。コスプレイヤー感強ない。あー、確かに。そうやな、イケメンやからええけどさ。確かに、確かに。そうやな、この膨らみが気になんねん。あー、こっちのチンコ、チンコデカめ、もしかして。いや、違う違う、これはサイズのあれで。これ火星方形やな。やばい。火星方形。いや、テーマ教えてよ。俺、え、あ、その顔しないで。あっち見て、あっち見て。あれ、やっぱ自分らしさっていうのを大事に。なるほどね。やっぱなんて言うんだろう、俺がこうどうやったら生きるかなっていうのを考えて、結果やっぱ俺じゃなくした方がいい。そしたら俺が浮き彫りになるじゃんっていうので、俺です。で、オーケー、オーケー。マジで、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 マジか。これお前のマジか。いや、マジっすよ。ごめんな。いや、ちゃんとドアディスタが今一番強いね。え、なんでやってんの今。18年バカじゃねえよ。マジで。清田君たちは10でぐらい。お前ら2人18年。なんでだよ。なんでだよ。いや、ないよな。え、どこがない。え、色合い、色合い。だから駅のは分かるね。傾向でまとめてみた感じとかが分かるやんか。で、そのインナーの黒と、まあ、靴が黒とかもちょっと合ってるっちゃ合ってるやんか。この二人も出た時は合ってるやん、色は。お前だけなんかよう分からないやん、色のレイプやん、こんなの。アイキャンレイプ、ユーキャンレイプ、アイキャンレイプ、ユーキャンレイプ、アイキャンレイプ、ユーキャン。もうやだ、ほんとに。なんかちょっと色入れすぎじゃないっていう。あー、そう思っちゃってんだ。緑少ない、まずだ。だからあえてでしょ。なんで俺じゃない、最初聞いてた。俺以外を出してる。そうすると何が見えてくるの。あ、俺なんだ、嘘言ってるじゃん。いや、申し訳ない、申し訳ない。分かってないよ、お前。申し訳ない。違った。発表していくじゃん。1位が発表していいのじゃん。1位にしましょう。そうやね。1位だともう一人、1位だともう一人、自分で。はい、おめでとう。
かっこいい普通に。まあ確かにね、これはね。そうやね、かっこいいわ。確かにいいわ。正直めっちゃかっこいい。なりたい。なりたい。おだけになりたい。私はおだけになりたい。おしゃれよ。ちなみにこれは買うの？プライベート。それ選べるからさ。うん。はいはいはい。空気読め。どうぞ買う？買います。おお。来てるね。勢いを感じるわ。絶対ね伸びる。絶対伸びる。テンション上がってきたもん。関係ないじゃないですか、もう関係ないっすもん。第2位天気予報。よっしゃー、やったー。マジか、まあ確かに。いやね、これ迷うけどね、いつも払うんですよ。そうそう、天気予報ね、天気予報にしたかったんだけど、ほら下半身だけ見たらまだマシやん。そうそう、ここだけで、ここだけで下半身に、下半身に、下半身に、下半身以下ってことってことそうよ、さら下半身以下フルコーデね。今日2位だったのか。そう、だからもう買わなくていいんだよね。買う必要ない。そうだよね。いやいやいや、任せるよ。全然いいよ。登録者数伸びると思う。思い出して、昔を思い出すよ。確かに後輩も買ったしね。そう、買います。イエーイ。もうもう本当に待って、止まって、本当に止まって、マジで。どっちかがビリってことやね。そう、ファッションに対する気持ちが欲しい。ファッションはファッションだからね。本当に僕は本坊さんに電流流されるかもしれません。見てる人は笑うかもしれません。でも僕はこれがかっこいいと思ってます。おお、その情熱は持ってます。おお、でも彼はふざけてると思います。いいえ、ふざけていません。僕はもともとあのファイナルファンタジー7大好きで、リメイクももう全クリはして、でそれに惹かれて好きなことして生きていく YouTuber じゃないですか。そうだね。そうです。それにまっすぐ、かっこいいと思ったらまっすぐ、好きなものにまっすぐ行って、もう出たのがこうです。ああ、確かに。ちょっとやっぱ根底最初そう、好きなものを好きなように着るってのがファッションだから。マジでムズいわ、過去一ムズいわ。比べようがないのよ。ジャンルが違うってこと。ジャンルが違いすぎて、ファッションだったらもうドローぐらい。ドロー。いや、ドロー、ドロー。いや、気持ちが好きやん。好きなもので固めだっていう。はいはいはい。じゃあビリを発表します。ドゥルもういいよ、もういいよ。本当にやろ。ちょっと待って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 。ちょ